はい、皆さんこんにちは、お久しぶりです。今日からね、グルメの旅が始まります。美味しいお店をいっぱい紹介できたらなと思っております。その前に愛媛の同級生のね、美容室をやってるお店があるので、そこでちょっと髪を切ってから美味しいカレー屋さんをご紹介したいと思います。ちょっとそれでは行ってきます。はい、で僕の同級生のりょうです。りょうです。ちょっとボケてる分ピーボケしてる、はい、じゃあお願いします。ちょっと今日バッサリ行きたくて、ちょっとガッツリお願いします。ガッツリ、はい、はい、おい、ありがとうございます。完璧でございます、ね、はい、あのウェイズの情報は概要欄に載せておりますので、よかったらチェックしてみてください。ではこれからね、神保町へ飛んで、美味しいカレー屋さんをね、紹介していきたいと思います。それでは行ってきます。ボンディ知ってはいるんですけど、行ったことがなかったので行ってみたいと思います。はい、メニューはこちらになっております。おすすめのね、ビーフカレーを注文いたしました。かまぼこ2つではなく、じゃがいも2つでございます。蒸し上げですね。そしてこちらが本日のメインディッシュ、ビーフカレー甘口です。ここで注目してほしいのが、ご飯に乗っているチーズです。このチーズがご飯と相性抜群で、カレーの味をすごく引き立ててくれます。この肉の量、ビーフがごついんです。それではいただきたいと思います。バクリと、うまーい、ナイスオーバーリアクションということでね、もう一口いきたいと思います。結構量はあったんですけど、カレーなんでご飯が進むんで、かなり減るのが早かったです。もう次は2杯食べようと思ってます。カレーのね、お供といえば福神漬け、らっきょうでございます。これも合わせて食べたいと思います。ボディ神保店はお子様メニューもありますので、ご家族で行くのもおすすめしております。そして最後の一口を堪能していただきます。おすすめなお店があればぜひ教えてください。ごちそうさまでした。